チンポジローズームそこまで言うか YouTube 配信らしいですよ。そうなんですってね。これだけど別に我々は懐に何か1円でも入ってくるわけでもないし、全くです。だから毎日のオンエアを、はい、ニュースの解説コーナーをどうやらそれぞれ独立させて、うん、YouTube のチャンネルで公開すると、はい、ズームオンね、そういう趣旨らしいですよ、はい、うん、いうことで、なんで我々は今喋ってるかというと、新しいそういう YouTube のチャンネルが生まれるので、はい、よく YouTuber が言ってますよね。そう、はい、チャンネル登録お願いします。 いいねもお願いします。励みになりますからこれでいいんですよ。それでいいんです、それでいいんです、それでいいんです。間もなくね、上がりますんで、はい、いうことで今後はだから、番組はですね、まあ、一番は生で電波で聞いていただく、はい、ラジコで、オンタイムで聞いていただく、ラジコのタイムフリーで聴いていただく、この手段で全部音楽も含めて聴けますね。そうです ね、 ね、はい、これはね、はい、それでその音楽その他の著作権等々みたいなところを外して、うん、ニュースの解説とかオープニングトークなんかをまとめて聴くには、うん、ポッドキャスト、ポッドキャスト、はい、はい、ポッドキャストでございます。さらに、ニュースの解説のところだけ、しっかり聞きたいという方は YouTube という方法もあるよ、はい、マルチ展開、はいはいはい、あらゆるところにね、はい、YouTube となると世界で見られるのかしら。あのラジコとかポッドキャストは日本国内じゃないとあれ、ポッドキャストは海外でもね、海外で聞けますか、そうですか、うん、まあ、だから皆さんあの一番聞きやすい方法で聞いていただければ、うんうんうん、ぜひ。はっきり言ってね、二度三度聞くようなもんじゃないですか。繰り返し繰り返し聞いてください。そしてチャンネル登録お願いいたします。はい、いいねもお願いします。お願いします。いいね。いいね。